75でしたね。そうですね。で、その男にしてください。ごめんなさい。お、292ですね。うん、おいつも増えてます。増えてました。今日300、朝303、13か、うん、そんなにありました。で、それから、うんちとしこをしたんで、あ、そういうことね。たくさんしました。その測った後に、測った後にそれ2回ぐらいとおしっこはタオルの上に持ってますけど、タオルから染みて T シャツにつくぐらい。じゃあまずね、1日どれぐらい食べてます？1日ですね、だいたいそういうより違うでしょ。15前後ですね。ドライとして15、はい、ふやかしてますかね。ふやかしてます。ドライとして 15g、はい、そうするとこれふやければ多分3倍だから 45g 前後になると思うんですけど、そんな結構食べてますね。からうんちは、そっか、45だとしたら多いですね。ふやかして30から40ぐらい、ね、それぐらいですね。それから、うんちは24時間で何回ぐらいです。頻度で違うでしょうか。ざっくり。ざっくり5回から10回。は出てます。いいですね。おしっこはざっくり何回出てると思います。5回前後。5回前後ぐらい。はい。が見た感じの元気は？元気ですね。ご飯とかお水ひっくり返すぐらいなので。だから、鼻ちょうちん。鼻ちょうちんは、大丈夫です。すいません。はい。だから吹けばまだあると。ちょこっとありますね。で、この子って、あれか、結束だ。いたんだよね、回線が。いました。前の病院で。前の病院にいたんですよね。それか結束だ。それで前の病院でってのはいつの話なんでしたっけ？先生とこ来る前なので。大体ですよ。1月11日から飼ってるでしょ、この子。そうですね。1月の話。そうです。もう一匹が1週間後ぐらいに体調悪くなったので、19日の日に多分いたと思うんですよ。すごいね、朝いっぱいしたのにまた出たね。出ますね。来る途中も下旬の中で、お家でさ、はい、保湿剤とか血流スプレーは1日1回はかけてます、はい、1回やってます、ね、から歯磨きは舐めます。歯磨きがなかなかですね。ちょっとずつ頑張ります。ちょっとずつ頑張りましょう。まずは磨かなくていいですよ。歯ブラシから舐める。はい、分かります。で、舐めたら前後にご褒美、はい、それから始めてくださいね。最初からゴシゴシ絶対やらんでください。そうですね、まずは1週間舐めると、はい、舐めれるようになったら1、2秒ブラッシングすると、そうしないと絶対嫌がっちゃいますんでね。そうですね。おしっこも出してる。おしっこもしてる。すごい、いっぱい出る。踏ん張ったから、なんだろう。ここだとね、緊張して興奮するからさ、出ちゃう子が多いんだよ。前もそうでしたね。前も取っていただいて。はい、じゃあまたね、セラミック菌つけます、はい、普通は予防だけど、治療効果を含めてね。まあこれつけた後、別に一般人では落ちないですよね。これつけた後に食欲が減るとか、ちょっと中にずっと隠れてます。つけた後ここに来たっていうのもあるからね。あ、そっちかもしれないですね。帰った後しばらく隠れてます。前より飛ばなくなってきてる、ね、だんだんね、うんうん、はい、じゃあちょっと持って私にお腹向けれます、はい、大丈夫、痛かったら、はい、頑張れ頑張れ、は
い、じゃあ戻してあげてください。ありがとうございます。